ルネ・エリクセンは、ノルウェー・オスロ出身のヘビメタルミュージシャン。現在は、ポルトガル在住。ブラックメタルバンド、メーヘムの前、ギタリストとして丁名で、ブラスフェマーのステージネームで知られていた。また、メーヘム在籍中は、全楽曲の作曲も担っていた。ブラスフェマーのステージネームは、ソドムの楽曲から取られた。メヘムでは、 1994年から2008年まで活動していた。メーヘムの活動中に、ノルウェーの音楽賞であるスペルマンプリゼン2007を受賞している。メーヘム脱退前の2005年に、ポルトガルでゴシックメタル、ドゥームメタルバンド、アバ・インフェリを結成しており、ギターとサンプリングを担当している。メーヘム脱退後はポルトガルに移住し、同バンドをメインバンドとして活動している。 この他に、オーラノワール、メッツェルシミット、ネーダーソディック、インサイレンス、テスティモニー、トワイライトオブザコツーといった、ノルウェーのブラックメタル、デスメタルバンドでも活動していた。ありがとうございます。